んだ。来ました、こういうのね。じゃあ、やる今日、今日のコンセプトは、あれ、でもなんかこの前コート買ったんだよね。そう、このね、このコート、グレーのコートと、ちょっと前に出したあの紺色ネイビーのベロアの、ね、これか、そう、これか、これなの、これを買ったのね。そう、これ買ったの。え、安くなった、ね、ちょっとね、ふざけ倒せっていう、ねえ、今買っていけば、ね、1000円低くなってる。じゃあ、これはせっかくカノンが買ったっていうことだから。え、でもななんかもうコートから明るく見せたい感もあるけどな、だってこれ暗いじゃん。はい、コート買っちゃう。え、これなんか私さ、体型ごつく見えないかな。いや、見えないでしょ。あ、でも着てみるのもあるけど。あー、確かに。あ、すごい、今こんななってるね。私と一緒やねん、これ。いいなと思ったんだけどな、どうしようかな、ちょっと迷います。マリナさん的にうちのイメージはどんなイメージ？なんかね、水色と思っちゃう。水色、うん、明るいイメージがあるよ。全然暗いイメージはない。あ、この茶色の、うん、茶色か白と思って、うん、茶色か白、すごい可愛い。そう、これがね、すごい可愛い。こういうの着る？うん、着たい。着てくれる？着る。アクセとかつけるタイプだ。アクセ？うん。あ、ぼ、うん、あったらつけるかな。でも逆にその肩幅を目立たせないために、視線を寄せるためにつけるみたいなことはあるかも。なんかそこまで気にしてるの？うん、めっちゃ気にする。全然肩幅広くないかな。いらっしゃいませ。点数をご覧ください。ドキドキ。うん。超えるな。足から方向を選択してください。いかがだったでしょうか、ね、ちょっとね、こういうアクセサリーも初めてなもんで新鮮なんですけども、タートルもね、肩幅目立っちゃうから極力着ないっていう方針なんですけども、マリナさんにね、選んでいただいたことでまたきっかけが増えたから、すごい感謝してます。ちょっとね、勇気出る。そうだ、念のためちょっと名前をお伝えしておきますね。このコートが何だっけ、はい、ボアガウンコート CL、 約5000円ですね。あとはチェック柄のスカートが、これマーメイドスカート、もうね、体のラインが出るんで、よく私が言われている、もうちょっとピチッとしたやつ着なさい、その通りなんですと、この上のタートルネックっていうんですか、これがね、フリンジスリーブセーターです。ユニークな形なんですけども、この金色の玉に真珠っぽいやつ、これがミックスパーツネックレスというものでございます。これ600円ですね、約。ちょっとお手頃だからいいよね。意外にもね、私が普段つけているこのダニエルメリット結構合う。いくよ、ちょっと、よし、いいよね。また他の動画でもちょっと踏み切った、うん、こともしてみたいなって考えてますので、これからも見ていただけると嬉しいです。ということで、本日も最後まで見ていただき
ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。